東風大学災害科学国際研究所の今村です私の方はですね東日本大震災これを受けまして1年後にできた研究所の所長でございます当時ですね地震に加えて巨大津波また火災そして福島原発事故さまざまな被害が 広域でしかも複合的なまたは連鎖的な災害が起きてしまいました。おそらく我々が経験のないまたはいわばですね。人類が経験のない大災害が生じたわけであります。で、この状況を受けまして、東北大学では1年後にま総合的なあ防災の研究をする研究所を立ち上げたわけであります。 それがこの災害科学国際研究所でありえす約60名の教員が研究をしましてまた大学院生であったりまた研究スタッフの方々と、まあ、基本的には研究をしながらそれを教育に生かしさらには復旧復興への支援 また国内外のさまざまな防災の活動の協力支援をさせていただいております。で、私自身は津波工学ということで、実は世界で唯一の研究室であります。あの津波工学とは、あの地震津波のまあ仕組みを学びながら地域でその災害に対してどのように軽減できるのか、少なくさせるのか。 でこれは施設を防潮堤などを使ったりさらに我々避難ということで人の命を守る人的被害を軽減するなど総合的な対策が津波工学になりますここではですねますでまずはあのこちらがあの小型の海底に地震計ということで置いて。 でその揺れであったりまた地震が発生したすごく近くで観測できるので非常に精度が高くなります。あとこちらが津波の堆積物ということでこれは福島県の沿岸部なんですけども一番上が地表面です。で過去 起こった洪水であったり津波であったり火山であったりそういうものが古いものから下にですね入っていってだんだん新しくなります。で年代測定というのをやりますとこのラインで大体いい1,000年前2,000年前3,000年前ということで我々が古文書とか歴史書にはない古いものがこの地層の中には入っているわけです。 これで過去の地震と津波のリレー期ということで何年に1回ぐらい巨大な津波が来たかというのが分かりますで、あとこちらが人文社会関係で歴史書の分野になりますで、これは昔のですね地域での地形図だったりまどういう方が当時住んでいたかという情報になります 地震津波っていうのは、まあ、例えば100年に1回とか400年に1回ですので昔のの情報いうのは非常に大切なんですねでこちらが非常にこう実践的な防災対応の事例なんですけども、まあ、体育館とか広いところで避難所が運営されます。 でどういう方が、まあ、どういうふうに、えー、いていただくのか今までは全くアレンジがなく収容していたかと思うんですね、まあ、いわば早いもの順みたいな。しかしか同じ地域であったり、ま、たりま 高齢者の方とか、まあ、ちょっと要支援者の方とかいくつか分類することによって非常に効率的にサポートできますし当時まあ大変な思いであったり、まあ、苦しい経験をされましたけどもそれを教訓にですね次に起きたら何が必要かというのが具体的に分かってくるのでそれをじゃあどういうふうに事前に皆さんと話し合うのか、はい、これも一つのこうアイディアかと思いますね。こちらがですね えまあ被災地の一つである気仙沼で実際に起きた津波をシミュレーションしています。えー、津波そのものがえまあ来て浸水をしたり流れが来てるんですけれども、ここでの特徴というのは。 の船がありますね漂流物となって今津波がちょうど来ているところなんですけども、えー、流れが矢印で書いてあったり、えー、細かな建物の中にどういうふうに津波が入っていくのかまた引いていくのか、えー、こういう状況を、まあ、世界で初めて、えー、津波と漂流物とあと土砂移動ということでそれを連結させた、えー、シミュレーションになります。 こちらがですねえ、2階の展示スペースになります。研究成果をま国内であったり、世界にえま発信して防災減災をま一緒に協力していただく、そういう活動を紹介しています。こちらがあのより防災というのを身近に知っていただこうと。 でそれをただ単なる知識ではなくて、えー、判断力を養うものにしたいということで,でこれはいわばカルタのようなものでしてお題が出ます。 でお題に対しして何ををたららいいのか、えー、そのものかそもも選んでもらうんでうすね。で、高台に逃げる絵があったり家に入るものがあったり、えー、あと協力したりあと身を守ったりっていうのがあるんですけどもそのシチュエーションに応じて正解というのは多数あったりまたは逆にこういう状況だとこれはちょっと難しいよねというような議論をしていただくためなんですね。 こちらがです、ね、小学校などで出前授業をする時にプレゼントするもので黄色いハンカチになりますでこの内容はですね地震津波はどういう現象なのかでそれに対して何をしたらいいのかっていうのがクイズ方式で書いてあるんです、ね、でこれをハンカチを半分に折ってで質問があってで裏を見れば、まあ、答えみたいになる。 で子どもたちが、まあ、遊びながら学びを深めてもらうんですけどもそれだけではなくて家庭に帰って頂い,いてお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにこのハンカチを使ってでじゃあお父さんこれに答えてくれますかっていうことで、えー、と彼らがいわば、まあ、あの伝える側になって頂い,いてで家族の中で防災に関して、えー、会話をしていただきたいなと。 いう趣旨で特に、えー、あのいろんな状況を、えー、イメージしていただいてこういう時にはこうなるだからこれをしなきゃいけないっていう,こうイマジネーションっていうんですか連想力その上で判断力というのがありますので、えー、災害に対応する時にはあそういうものがとても重要になります。 この東北地方っていうのはもともと地震津波の常習地帯であって防災意識はまあ低くはなかったんですけども具体的にじゃあどういうアクションをしたらいいのかまあどういう状況になるかっていう知識を超えたまあ判断材料であったりまた命を守る情報っていうのがまあ十分ではなかったなという反省がありましてまあ本当にこう個人だけじゃなくて家族全体で学べるもの こういういいものを作成させてたただきました今見ていただいた展示スペースというのは一般の方も見ていただけますで特に1階は我々の研究がどのようなことが行われているのか2階ではその成果を受けてですね、まあ、国内外の皆さんに使っていただけるようなツールであったりいろんなグッズも展示しておりますので是非見ていただきたいと思います。 30年前に津波工学がこの東北大学で初めてできました。 おそらく地震津波そのものは理学的な研究ということで発生のメカニズムであったり伝わっていく仕組みであったりそういうものが国内外で研究されておりますけれどもその知見を実際の沿岸部でどのように減災につなげるのか技術的な支援であったりまた避難というものを考えて我々 自体がどのような行動をして命を守ったらいいのかこのような研究を非常に実践的にさせていただいておりますまずは突然のま災害でありますのでどういう状況になってるかわからないですよねですので自分で積極的に情報を取りに行くということなんです あの例えば津波の場合は警報等が出るわけなんですけどもそれを待っていたらば、えー、実は避難の猶予時間がない場合もあるんですね。 特に東海地方であったり地震の揺れとともに津波が来ますのでそうではなくてまず対応をしてその上で情報を取っていただいてで今回の規模がどういうものなのかどの程度なのかどこまで津波が来るのかその情報をです、ね、積極的に取っていただきたいと思っています。 えっとまずは従来の我が国の対応としては復旧が基本なんですね前の状況に戻すということなんですけどもその状況ですとまた同じ災害が起きましたらば同じ被害を受けるわけですねですので我々は以前よりもさらに安全なさらにまた住みやすい地域をつくるべく創造的な復興が求められています。 でこのためには我々じゃあどういう地域を作ったらいいのかあのビジョンといいましょうかその姿を皆さんと確認しなきゃいけない合意形成をしなきゃいけないんですね。 で従来よりもさらにステップアップしたまちづくりでありますので実はコミュニケーションであったり皆さんとの関連であったりまた防災対策というのも一歩先に行かなければいけません。こういうものに対してはやはり時間がかかったりですねまたそこの地域の特性 まあ環境に合わせたりまた祖先がどういうふうな対応をしていてえ何ができて何ができなかったというものを教訓としながらできなかった部分を強化するとこのようなまあステップを踏まなきゃいけないのでまあこれからもですねえ真の復興ということでえ地域づくりから次への災害に備える町にしていただきたいと思っています。 そうですね。 あの震災から10年が経ちますけれども今後の10年というのはますますリスクが高まってくると考えています地震津波だけではなくて地球規模の気候変動であったりまた感染症など新たなリスクが本当にグローバルにあるわけですね我々そういうものに対してきちんと知識を持って対応力を上げる知識がですね、その事前予防に 役立ちますしまた皆さんと協力して本当に提言する方法がたくさんありますのでそれを共有して協力するとこれが10年、えー、求められることだとだ思いますあの教訓としては我々備えたことはできたんですけども備え以上のことはできなかったと言えます。はい この地域では地震津波が繰り返されておりましたので当時の規模に対しては耐震化であったりまた訓練であったりまた避難対応ということで一定できたわけでありますけれどもそれを超えた規模になった。 で、当時、避難場所である学校ですね。ここも被災してしまいました。また、連鎖災害ということで、思わぬ災害としての津波火災であったり、また、船とか車が漂流してきた。このような新しい状況が生まれてきたわけです。あの、我々、地球の上で生活をしております。 地球というのはさまざまな自然現象があります。今回の地震、津波、火山、これは自然現象で過去も繰り返されていましたし、将来も繰り返されています。しかし災害という被害は我々の対応次第でその規模も違いますし、そこからの復旧復興も違うんですね。 でですので災害に対しては我々自然というものをきちんと理解して対応策を皆さんで議論しそれをしっかり備えとして実施するこれによって被害は確実に軽減できますのでそれを世界の皆様と共有して将来の自然災害または今感染症もありましてさまざまなリスクがありますのでそれに対応していきたいと思っています。